それじゃあ実際にその 2x4 の幅で図を書いていきましょう。で、まず最初に外枠からやっていきましょうか。先ほどの伏線コマンドを使ってやっていこうと思います。伏線を押して、で、ここをクリック。で、2x4 の幅は 38mm だから、この伏線間隔を38とやれば、こういうふうにね、38mm でコピーされるんだけども、ちょっとこれだと、実線でやりたいので、ちょっと今、線の種類を黒の実線にして、はい。こんな感じでこう、38mm 間隔で外枠を伏線していきましょう。はいと。38。はい、こんな感じです。で、あとは、こう、真ん中の 2x4 材も描写していこうと思います。で、これ、まあ、どういうふうにやるかというと、この2線コマンドというのを使いますね。この2線というところをクリックして、これ何かというと、例えば、2線をクリックします。で、この基準線を指定してくださいって出るから、この基準線を指定。で、ここに支点を指定してくださいって出るから、支点はここにしますと。で、あと、ニューっと持っていけば、こういうふうに。これどういうことかというと、今、この真ん中の点線を基準線にして、ここ見てください。これ50、50って書いてるでしょ。50mm 間隔で横に2つの線を引きましたと。だから、ちょっと今戻るね。これを 2x4 のサイズにしてあげればいいんだよ。2x4 は 38mm だから、38をさらに2で割ると19だから、これ 19mm ってやると、こう、ちょうど 2x4 のサイズで、線が引けますと。同じように、これも全部、こう、2線コマンド選んで、基準線を選んで、で、あとは、こう19って入力されてるのを確認したら、こうやっていけばいいですね。こんな感じで、ひたすら線を引いてってください。はいと。で、あとは、いらない、はみ出た線を消していきましょう。消去コマンドで、で、この間接消しというところにチェックが入ってるのを確認したら、このはみ出たやつを片っ端から消して。ので。こちらも、あ、間違えました。間違えたときも戻るボタンを押せば、戻りなんで、覚えてください。それじゃあ保存しようと思います。ファイル、名前をつけて保存。するとこういう画面が出てくるんですけど、左側がまあ保存する場所ね。僕の場合は C ドライブ直下に動画用 JW CAD っていうフォルダを作ってるから、まあ、その中に保存しようと思います。で、このフォルダを開いてるのを確認して、ただこの新規。押します。そしたら名前をつけましょう。どうだいとつけて、OK。はい、これで、この絵は保存されました。で、まあ、呼び出すときは、ファイル、開く。で、この土台で、はい、呼び出せます。